GLTV タイガーセレクト。はい、GLTV をご覧の皆さん、ごきげんよう。大きな我と書いてタイガーでございます。今回僕が紹介する商品はですね、僕が持っているドゥーラグを、紹介しようかと思います。で、今回紹介するドゥーラグはこちら、ベルベット生地のドゥーラグ。定番のドゥーラグだと結構光沢となる、ポリエステルの生地が一般的なんですけれども、最近はいろんな素材のドゥーラグが出てて、こちらをベルベットっていう素材のシリーズですね。結構カラーリングの、パターンも何パターンかあって、僕はこの黄色をセレクトしました。でこのベルベットってやつはね、すごく伸縮性があって、長時間頭に巻いてても痛くないやつですね。この肌触りとかもすごくいいので、ずっと触っていただくようなすごい気持ちのいい素材になっております。でそもそもドゥーラグって何ぞやって話なんですけれども、もともとね、アメリカの女性の、労働者の人たちとかが巻いてたやつなんですけれども、60年代頃にその、アフリカ系アメリカ人の人たちの間でファッションとして広く取り入れるようになって、まあ海外のフィフティセントとかスヌープドッグ、あとはトラビス・スコットとかかな、結構海外のラッパーの人たちとかも、愛用してるやつですね。で黒人の人たちとかがチリチリパーマとかコンローとかを、崩さないように、寝る時とかに巻いてたりとか、いろんな用途で、使われてたやつです。はい、でこちらのドゥーラグを巻いてみると、こんな感じです。こんな感じです。どうでしょうか。結構ね、ほんと伸縮性があって、なんかあまり、締め付ける感じもなくて、とても、巻きやすいやつですね。まあ、こうやってこう黄色い系のユニフォームとかゲームシャツとかにも、合わせたりして、もういいんじゃないでしょうか。はい、まあ、今回はこんな感じですね。はい、では今回はここまで。また次回お会いしましょう。 GLTV タイムスレッド。